ちは、かくすけです。アンダーテールやっていきましょう。前回マフェット、あ、前回じゃないか、順番的にはこっちが先か。はい、じゃあどうしようかな多分おまけとして出す動画にですね、今からマフェットちゃんとアルフィス博士と話しかけに行くっていう話をしてたと思いますが、それはねあまり変わらなかったのでなしにしました。で、もう一回ずつね、この友達たちにねお話しして先に進もうかと、結界の先に進もうかと思います。トリエル、フリスク、あなたも仲間外れに思わないでちょうだい。あなた宛にもメールを書いていたところよ。よかった。今でも私の電話番号を登録してあると思うから。そうでしょ？うん、あるよ。お、プリエルからメールが届いていることに気がついた。愛するフリスクへ。サンズとアルフィスが私にメールのやり方を教えてくれているの。とても勉強になるわ。例えば顔文字って知ってる？これを見てちょうだい。それはトリエルさんかな。頭を左に傾けてみて。私があなたに微笑んでいる絵なのよ。そう見えるかしら？わかったよ。わらわらわら、これは笑いでいっぱいという意味なの。トリエルより心を込めて。今はこれだけだ。次の場所で新たなメールが届くかもしれない。え、嘘。元気かしら。あなたはずいぶん長い間歩き回ったのね。トラブルに巻き込まれなければいいのだけれど。冗談よ、わらわらわら。トリエルより心を込めて。かわいい。 PS、 トラブルに巻き込まれないようにね。うん、結構歩き回ったよ。そうかそうか。これ冒険しながらちょいちょい開きながら行ったらいろいろあったのかもしれないな。ごめんなさいね。心を込めてと書くつもりじゃなかったの。心を込めてというつもりだったのよ。私の手では大きすぎてこれを使うのは難しいわ。サンズに頼んで代わりに文字を入力してもらった方がいいかもしれないわね。かわいいな。ない？もうないの？あ、これからはサンズがメールを打ってくれるわ。はーい。よう、フリスク。トリエルでーす。ちょうどパイを100万枚焼いたところなの。お前も食う？通りを渡るときは歯を磨くのを忘れちゃダメよ、フリスクへ。ちょっと絶対改変してるでしょう。はい、私はそんなこと何も言ってないわ。仲いいな。ごきげんよう、サンズだよ。僕は僕の兄弟が大好きなんだ。これトリエルさんが書いてるな。助けてくれて名誉を毀損されてる。だ、助けてくれ名誉を毀損されてる。サンズだよ、フリスク。君は僕がコテンパンにされるのが大好きだって知ってたかい？それと僕はトリエルのことがとても素敵で失礼。はい、タイトル猫の動画。本文には彼女が動画で見た小さくて白い生き物について詳細に書かれている。動画を見るためのリンクや添付ファイルはない。そっか、感想だけか。トリエルからのメッセージだ。このメールを大切な誰かに送れ。さもないと骸骨がお前に向かって骨をガタガタ鳴らすぞ。あ、それって怖い威嚇みたいなやつだったんだ。ガタガタ鳴らすやつは。愛するフリスクへ。あなたが楽しんでくれてるんじゃないかと思ってカタツムリのアスキーアートを描いてみたの。え、さっきの、あれ、さっきのトリエルじゃなかった？愛するフリスクへ。アンダインとパピルスは私と一緒に料理を作りたいそうよ。あ、いいじゃん。二人は素晴らしく料理が上手だってサンズが教えてくれたの。おうおう、サンズ食べたことないでしょ。とても楽しみだわ。都合が良ければあなたも食べられるかもしれないわね。まあ、パピルスの食べたな。渋い顔しちゃったけど。愛するフリスクへ。もしサンズと私がバンドを組んだら何というバンド名になるでしょう。
ドリーマーとフィーマー、大腿骨よ。へえ、フィーマーって言うんだ。今のは冗談ですよ。私をドリーマーと呼んだりしたらいけないわ。わかりました、トリエルさんはね、ママだね。愛するフリスクへ、アンダインはとても強いのね。パピルスは彼女と賭けをして、彼女がここの皆を持ち上げられない方に賭けたの。ん？私と賭けをして、彼女がここの皆を持ち上げられない方に賭けたの。へぇー。うんうんうん。持ち上げたわ。一つ問題なのは、皆を下ろす方法を彼女が知らないことね。あはは、ぽいな。アルフィスは人間の世界について面白い話をたくさん私に教えてくれるわ。でも中には間違った話も多いの。フリスク、あなたは彼女に何も面白い話をしていないのね。まあね、そういう話はしてないね、人間界の話は。トリエルからのメッセージだ。愛するフリスクへ、コンピューターを長い時間使い続けるのは良くないそうね。でも私はあなたがコンピューターを使ったのを全く見たことがないわ。あなたはとても健康ということね。素晴らしいわ。ちょっと心に刺さりますね。はい、愛するフリスクへ、私はそろそろ電話の電源を切るべきかもしれないわね。あなたとお友達がみんな本当に素敵なんですもの。わー、彼らのことをもっと知るために時間を過ごそうと思うの。いい子でいるのよ。いいわね。愛を込めて、トリエル。はは、来るな。ないか、そっか。うん。あ、バッテリーが切れている。そっかそっか。よーし、じゃあ、来ますか。リスク、みんなで出発する前に、一度あたりを回ってみればいかが？あなたの素敵なお友達がたくさんここにいるんですもの。きっと他にもいろんなお友達がいるんじゃないかしら。もう行ってきました。うん、できたよ。すまんな、俺には話す時間がないんだ、フリスク。今から仕事をすることになっててな。でもお前は今働いてないじゃないか。いつもサボってるじゃん、結局。わかってるよ。だが今の俺の仕事ってのは会話することなのさ。仕事なの？この会話。うん、絶対にしくじってしまったようだな、フリスク。しかし、このグレートなパピルス様はいつまでもお前の友達だぞ。どれだけお前さんがこいつを追い払おうとしてもな。そうだね。おい、その通りだ。まあね、いつまでもついてきそうだよね。フリスク、その辺を散歩してみてはどうだ。フリスク、歩くより飛んだらどうだ。そっちの方が早いぜ。そうだぞ、フリスク。飛んだらどうなんだ。飛べたらね、飛ぶっていうのはちょっと危険そうね。しかもあなた飛べないし。やってみなきゃわからんぞ。暑いな、アンダイン。なあ、アルフィス。アルフィス、私たち戦いが終わったし、何か一緒に見に行かないか。それとな、あれとか、お姫様が出るやつとか、戦うお姫様が出てくるやつとか。なるほど、アニメでそういうのを見たいのね、アンライン。イエーイ、戦うお姫様か。結構ありそうだね。なあ、フリスク、ナプスタブルックに挨拶に行ったらどうだ。そうだ、私の分もよろしく言っておいてくれ。あー、ごめん、言えなかった。うん、挨拶に行ったよ。そっか、ご近所さんだもんね。もともと仲良かったのかな、実は。やっぱり実在する方々の二次創作を書くのは遠慮しようかしら。だって現実の世界は何にも勝る二次創作だと思わない。何にも勝る二次創作だと思わない。ああ、私が言ったことはみんなに言いふらさないで。私がネットで公開するんだから。結局書いちゃうんだ。やっと人間のインターネットを使えると思うと待ちきれないの。アンダインと一緒に見られる番組がきっと山ほどあるわ。そうだね、本当か。ネットでアニメが見られるようになるのか。もちろんよ、アンダイン。一体何のためにずっと戦ってきたと思うの。そうだぞ、一体何のために。おっと、ハモった。スノショーク絶対言うと思ったの。待て、アルフィス、
サンズを知っているだなんて聞いてないぞ。それは私が知らないやつなんているのか。どこのドイツよサンズって。サンズって一体誰。え、ひどい。トリエルさん、トリエル様、ひどい。ずっと話してる人だよサンズは。で、フリスク、メタトンを探しに行ったら、行った行った。彼もしばらくはここにいたんだけれど、行かないとならないところがあるって言ったの。あそこか。うん、はーい。フリスク、そうだ、私たちはもう傷つけ合う必要がないのだから、ようやく君に尋ねることができるよ。お茶でもいかがかなとね。あー、そっか、言えたらいいなって言ってたな。お茶でもいかがかな。うん、うん。おお、そうか。ただ実はティーカップが冷たすぎるんだ。だから今はちょっと入れられないね。もうこだわってるな。だが君がそう言ってくれて本当に嬉しいよ。でもできる時ならいつでもいくらでも君のためにお茶を入れてあげよう。そしていい友達になろうじゃないか。いいなあ、このこういう王様。おう、フリスク、もし忙しくないならいい天気の中君は外を散歩して気晴らしするといい。これは大事なことだよ。行ってきたよ。うん、行ってきた。じゃあセーブしていきましょうか。よし、行こう。結界を破っていくよ。あ、こっちがあった。ジ・エンド。もう915時間か。結構やったなあ。915分か。ここの門を抜ければあなたの冒険は本当に終わる。あなたの友達も続いて地下から出ていくだろう。コントローラーが勝手に行ったぞ。じゃあもう出ていくしかないね。ここから出ます。あー、日の光。お山、美しいだろう、みんな。うわー、テレビで見るより綺麗。ずっと綺麗。思い描いてたのよりもずっと。フリスク、こんな世界で生きているのか。太陽の光が最高だ。それに空気もうまい。本当に生きている心地がする。なあサンズ、あの大きなボールはなんだ。あれはお日様って呼ぶんだぜ兄弟。あれがお日様。やっはー、音楽がいい。やっとお日様に会えるなんて。ずっとここで眺めていられる気がする。ええ、とても綺麗だと思うわ。けれどこの先のことも真剣に考えなくてはね。あ、そうか、みんな。今ここから輝かしい未来が幕を開ける。人間とモンスターとの平和の時代が。フリスク、君に一つ頼みたいことがある。どうか人間界で我々の親善大使になってくれないか。え、え、どうなんだろうな。自分はもう、どうしよう、これけど。でも私はね、モンスターたちとまだ仲良くしたいからなります、自分は。おお、フリスクは最高の大使になるぞ。そしてこのグレートなパピルス様が最高のマスコットになるのだ。
今からいい第一印象を与えてくる。まあ愉快だなって思われるだろうな。んーじゃあ、あいつが面倒を起こさないよう誰かが見張ってなきゃな。それじゃあな、お前ら。あ、別の方に行くのか。たく、何もかも私が引き受けろってか。パピルス、待ちな。あ、アンダイン、待ってよ。おっと、あの、何かした方がいいのかな。この顔。じゃあ、おいとましないと。みんな随分と積極的に立っていくのね。フリスク、あなたはこの世界からやってきたのでしょ。だからきっと帰るところがあるのよね。あなたはこれからどうするの。あー、でも私トリエルさんといたい。え、フリスク、あなたは本当におかしな子だわ。先にそう言っていたなら今までのことは何も起こらなかったよ。なかったのよ。そうだね、自分から出たいって言ったもんね。じっくり考えて気が変わってくれたのならとても嬉しいわ。えへへ。じゃあそれなら、本当に他にどこへも行くあてがないのなら、できる限りのお世話をしてあなたを大切にしてあげるわ。それでいい？さあいらっしゃい。ああ、みんなが私たちを待っているから。うわ、なんか嬉しい。いやー、楽しかったー。これでクリアになりますね。あー、そっかー、みんな仲良くなれてよかった。あ、プロギとプロのカエル、ウィムス、日々勇敢になっていく。モルドスマルはバックダンサーで、ルークスは更生したいじめっ子。あ、もともといじめっ子だったんだ。ベジトイドは一流の栄養士で、ミゴスプはお気楽な人生を送ってるみたいですね。あ、そっか、ナプスタブルクはお化けの DJ になったんですね。お、あ、トリちゃん、パピルス、パピルスくん、サンズくん。パピルスはトビー&テミー。あー、いろんな人がキャラクター考えてるんですね、スペシャル。追い抜かれたから悔しかったのかな、パピルス。スノードレイクとアイスキャップ。スノードレイクは少し売れっ子のコメディアンになったんだね。アイスキャップは帽子のことを考えている。黄色じゃないぞ。クリスマスのディスプレイ。ドッグは専属の盲導犬付き。あー、そうだね、動いてるものしか見えないからな。とうとう花こすり選手権でナンバーワンになったのか、この二人は。そっか、前まではアズゴアだったからね。愛情を探してる。人生の転機に気づいていない。おグレーターどうかからドッグが気になる。あー、アンダイン。あ、なんだいなんだい、アルフィスとアンダインがくっついてるじゃないか。うわうわ999ダメージ。あ、芸術家さん作ってるじゃん。うわぁ、アンダインさん、ボロッボロにしてたな、叩いて。アーロン、未だに筋トレ中。ビーチで素敵な生活を送ってるのか、彼は。伝説の掃除屋さんになったんだね。テミーはテミーのままね。震えてるな。マッドダミーは落ち着いた、あ、落ち着いたんだ。シャイレンはピアノの練習を再開してる。お、これはメタトンじゃないか。おお、あ、あー、みんな集まって、あー、シャイレンの歌と、ブルックのキー、ん？ DJ 入ってる。で、バーガー屋さんのね、ショップ店員がいたな、右上に。あー、いいなー、ホットランドの皆さん。とうとう告白してない。暖房を応援中。うわー、ハートマークになってるじゃん、目が。
世界一のバースデーキャンドルになった新しいベーカリーで大繁盛。よかったね。クモジュースだけど、ご想像にお任せします。この2人のことはね、うん、皆さんもご想像にお任せします。ファイナルフロギット、生きがいを考える私たちの戦いはこれからだ。傲慢なメガネ屋さん、メガネ屋さんになったんだね。マトジック、ストリートマジシャン、ぐっすり眠れている。よかったよかった。歌なしで眠れてるかな。君たちはそれぞれの家族と共に。そうだったね。あっ、あずごさんパパだなあ。少年相変わらずだね、こけて。あ、君も一緒に暮らしてるのかな。あ、スクール、学校でやってるんだね、トリエル先生。そっか、教師になりたいって言ってた。怪しいな、フラウィー来るか。ははは、これで終わりかと思ったのかい。お、元に戻ってくれた。だってまだスペシャルサンクスも済んでないし。準備はいい？今度こそ本当に最後だよ。おっと、なんと、え、ダメだ、つけられない。あ、近寄ってきてくれるじゃん、自分から。ほっ、ほっ、こい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 、ほっ、よし、ほっ、あ、無理だ、無理、あ、ダメ、ダメ、全然、全然、あ、真ん中にいるのが一番いいな、これ、こう、あ、全然だ、よし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 、オッケー、何の意味があるかわかんないけど、これ、よしよしよし、みんな見逃せる状態にしていこう、これは片方に集中して、こんなのあるんだ。てかスペシャルサンクス多いな、すごいな。うんうん、あ、やばいやばいやばい、全然、うん、うん、よいしょ、おい、いかん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 、あー全然だ、よしよしよし、飛んでるなぁ。よいしょ。いやー、でもアズリエルくんまたあんな風になっちゃったのかと思ったよ。お、寄ってきてくれる。よしよしよし全然名前読めてないけどね。あ、やばい、全然だ。あ、仲良くなろう、みんな。うんうんうん、見逃す見逃す。はい、よし、よし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 、うぅ、あ、なんてこったい。あ、おっしゃしゃしゃ、ん、うんうん、応援してくれた家族と友人に感謝します。そしてアンダーテールチームはプレイヤーのあなたに心から お礼申し上げます。あなたがいなければこの世の場でいけなかった。おやすみなさい。うん、あ、あ、トリエルさん、バタースコッチシナモンパイを持ってきてくれた。面白かったです。ジ・エンドですね。いやー、面白かったです。このゲームは多分私は特にじっくりゆっくりやった方だと思います。そうだね、900分もやってたわけだからね。でもね、本当にね、キャラクター普通
通に街にいるキャラクター一人一人、街にいない普通の戦闘で登場するモンスターもね、みんな個性がすごくて、一回一回の戦闘が楽しかったです。ワンちゃん、そう、この犬推しな感じのところも大好きでした。ワンちゃんね、君、アーティファクトをね、吸い取った彼でしょう、きっと。この子はね、なかなかの厄介者ですからね。動かせないよね。パピルスのね、必殺技も食べたのもこの子だし、多分。いや大好きでしたよ、この犬ばっかりな感じ。地上のね、猫ともみんな仲良くなれるといいと思うけど、あの兄のお姉さんも猫食べてるっぽかったからな、大丈夫かなって心配になりますけどね。本当に楽しかったです。まだね、動画としてはパート2までしか出してないんですけど、どうしてもね、思いっきりガーッとやってしまいたくてね、この最終回まで、1週間くらいかな、で思い切りやってクリアまで行きました。でおまけの動画の方でお話ししてるんですけども、こちらのアンダーテールですね、ルートがマルチエンディングとなっておりまして、3つのエンディングがあるみたいです。で私が1回目に見た、なんだろうな、電話でサンズがかけてきて、今はこんな感じでやってるぜっていう感じのエンディング、それが1周目で必ずなるノーマルのエンディングで、私が今回見たのがハッピーエンドのな P ルートだったかな、そういうエンディングになっております。だから私は2つのエンディングを見たことになりますね。で、もう一つのエンディングっていうのが G ルートって言って、ジェノサイドルート、とにかくモンスターを倒しまくるルートっていうのがあるんですけども、私にはそれは無理なので。だってね、みんなのこと倒したくないからね。なのでその動画は出しません。期待はしないようにお願いします。で、フラビーはどうなるのか気になるんだけどね。アズリエルくん、またお花に戻っちゃうって言ってたから、まだフラビーは残ってると思うんだけど、ちょっとはね、マシになってるといいんだけどね。よし、じゃあ、このまま、画面は動かないかな。ワンちゃんも寝ちゃったしね。では、私の実況動画、アンダーテールの実況動画はこれで終わりにしたいと思います。それでは最後まで本当にご視聴ありがとうございました。モンスターたちは地上に戻った。平和と繁栄が世界に満ち溢れるんだ。一息つきなよ。心配事なんてもう何もないじゃん。まあ、一つだけ最後の脅威があるけれど、みんなが頑張って掴んだ全てをなかったことにする力を持った存在が、僕の言ってることわかるよね。そう、君のことだよ。君はまだ全てをリセットする力を持っている。トリエルもサンズもアズゴアもアルフィスもパピルスもアンダインも、君がそうしようと思うだけで、みんなこの時間軸から引き離されて、全てが始まるその前まで戻されるんだ。誰も何も覚えていないままね。君は君がしたいようにできるだろうね。その力、僕はその力を知っている。君が必死で抑えていた力だよね。僕だって本当はその力を使いたかった。でももう全てをリセットするなんて、僕だったらそんなことできっこない。あんなことの後だったらね、
だからお願い、みんなをそっとしておいて。フリスクを幸せにしてあげて。フリスクの人生を歩ませてあげてよ。それでも、もし僕が君の気を変えられないなら、もし君が本当に全てを消すなら、僕の記憶もちゃんと消すんだよ。ごめん。こんなことを多分もう何百回も聞いたよね。うん、それじゃあまた会おうね。書く。はい、エンディング終わった後にもう一回ゲームをね起動したらこういうセリフが出ましたが、さすがに私はリセットなんてしませんよ。は続きから全てをリセットっていうのがありますけども、おまけでした。それではご視聴ありがとうございました。